従来は国政地方なんてそもそも区別しないで、参政権は外国人は与えられない、当たり前のことは全面禁止説だったわけですね。ところがその後ですね、この最高裁判決の暴論が出たり、あるいは学者がいろいろ書き出すようになって、国政レベルではダメだけれども、地方自治体は許されると、認めようってことじゃない、許される、つまり部分的許容説という、ね、言い方するんですけれども、それがですね、学説では非常に有力になってきたんですね。ところがこの背景をですね、こういうものだったんです。つまりですね、芦部教授にしてもですね、従来は全面禁止説だったわけですね。ところが全然理由にもならない理由を持って、地方であれば認めてもいいだろうと言い出したわけですね。で、実はですね、この部分的許容説なるものを紹介されたのは、中央大学の、長尾和弘教授だったんです。で、本を出しておられますから、それはもう明確です。で、非常に面白いエピソード、その中で紹介しておられましてですね、実はドイツでも地方自治体だったら与えてもいいよという部分的許容説というのは少数説に過ぎなかったんです。ところが、その少数説ですけれども、これを日本で紹介すれば、おそらく反対派がいろんな議論があってですね、建設的な議論が行われるであろうと、そういう、思いでもって紹介されたんですね。ところが、この説が紹介されるやですね、いわばですね、雪崩を打ったようにですね、学者がこれに飛びついてしまって、そしてこれが、いわば有力説になってしまったっていうことを言ってるわけですね。つまり、この新説の罰、新説じゃないわけですが、新説の罰に乗っかってしまったと。だから芦部教授が賛成した、だからその門下のこの憲法学者とかですね、多くの学者はみんな芦部教授がやってるんだからって、その支持を表明するようになってくる、あるいは最高裁が法の中で言ったっていうことで支持を表明する、そんな学者が非常に多いんです。自分できちんと考えないでですね、体制に乗っかっている。それから地方と国政というのは、これ最高裁判決もはっきり述べていますように、いわばですね、密接な関係を持っているわけでありまして、地方だけ切り離すことはできない。例えば県知事が持っているですね、そういえば外国から攻撃を受けた時のですね、知事が住民を保護するためにいろんな権限を発動する、あるいは周辺事態法ではですね、例えばその周辺事態においてですね、あれです、周辺有事の場合ですね、例えば空港とか港湾をですね、自衛隊に使わせるかどうかとか、あるいはそういった問題が出てきますけれども、それはすべて知事に許可権がありますから、知事が反対すればですね、これはストップしてしまう、できなくなるわけですね。それから、もう一つ、それと関連して、要するに参政権与えてもですね、数としては微々たるものなんだから、大して影響ないだろうという人がいます。これも結構有力なんですね。しかしながら、例えば首長選挙においては、ある一定のですね、数が揃えば、それがキャッシングボートを握る可能性が出てくるということなんですね。例えば関西あたりでは、例えば在日の人たちの3分の1ぐらいが大阪市内、大阪府ですか、市内に住んでおられると思いますが、その地元出身の国会議員に聞きましたけれども、彼らがもし参政権、東京選挙権を持てばですね、おそらくこの市長選挙にしてもですね、左右されてしまうだろうと言われている。そういうことがあっていいかどうかということなんですね。それから、さらに例えばその市町村レベルの選挙にしても、その政治家の皆さんにとってみれば、今日いらっしゃってるわけですが、本当にですね、やっぱり一票一票が大切です。ましてやボーダーラインに近い方にとってみれば、1票でも2票でも欲しいでしょ。その時に外国人参政権並びでですよ、その要するに、在日の人たちが例えば選挙権を持ってて、そして一定のですね、要求をつけてくる、でどうなるのか。そういう政治に対する影響ってものも考えてみなくちゃいけない、単なる数の問題じゃないんだということですね。北欧諸国やですね、EU 諸国ですね、などのようにですね、外国人参政権を認めている国もあるんじゃないかと、実は民主党がですね、作ったですね、その資料があるんですけれども、推進派の議員が作った議あるんですけれども、それ、皆さんのところにはありませんが、こういう一覧表があるんですけれどもね、それを30カ国ぐらい上がってるんです。で、こんな多数の国は認めてるんだっていうふうに作ったつもりなんでしょうけれども、実はそこにはまやかしがあるということで、全部ですね、それを私、自民党のですね、勉強会で批判してきたんですけれども、例えばですね、EU 諸国というのは、ここに載ってる表の中でも20カ国あるんですね。EU 諸国というのは原則として、EU 諸国民同士で地方選挙権を認め合ってるだけなんです。つまり EU というのは、これまでのヨーロッパ、我々のヨーロッパがですね、新しい、かつてのヨーロッパのようにですね、
もう一度新しい一つのヨーロッパという国、まあ、合衆国のようなもの、あるいは連邦のようなものを作りたいという、そのですね、模索として、まあ、EU 連合というのはできているわけですね。つまり国家がなくなったんじゃなくて、新しい国家を作ろうとしているわけです。だから新しい国家の住民ですから、その連合市民権としては、ドイツ人がフランスにいたら、フランスで地方選挙権を行使してもいいですよと。しかし、もちろんドイツではダメですよと。連合市民権としての権利を与えただけですから、外国人に与えた権利ではないんです。ちなみに連合市民権としては、権利もあれば義務もあるんですね。だから連合市民権としての一つの新しい国家の国民の権利として出てきただけですから、それをもって外国人に参政権を与えたなんて議論は全くそのなんていうか筋違いと言いますかね、すり替えなんですね。それからあとはですね、いくつかありますのが、二重ですね、国籍を認めた国の間で選挙権を認めているケースなんです。例えばイギリス連邦諸国の間ではですね、お互いにですね、あの二重国籍を認め合ってですね、そして従って選挙権を認めているケースがありますが、二重国籍を持ってますから、これも正確に言えば外国人の参政権ではないんです。例えばオーストラリア人がイギリスにいてですね、二重国籍をその持ったとするでしょ、両方の。ただイギリス国籍も持つわけですから、イギリスで選挙権を認め行使したって、これ外国人の選挙権じゃないわけです。だからこれも全然理由にならないでしょ。だからほとんどですね、理由にもならない、そういう理由を挙げてですね、外国ではあの選挙権を認めてるんだという、そういう論法を使うわけですが、しかし、全くその論法はおかしいし、数から言ったって決して世界の体制でも数勢でもない。それにさらに、さっきも言いましたように、仮に世界の数勢がどうのこうので決まるんであれば、憲法なんていらないわけでありまして、全くナンセンスな話であります。それからさらにドイツとフランスの例を、まあ、そこにちょっと挙げましたが、ドイツやフランスはですね、EU 加盟にあたってわざわざですね、憲法を改正しているんです。と言いますのは、憲法ではですね、国家権力は、例えばドイツでは国家権力は国民によって行使されるって書いてある。それだけを理由に外国人に地方選挙権を与えた法律はですね、憲法違反とされたんですね。あるいはフランスでもですね、やはり外国人に地方参政権を与えた法律がですね、憲法違反とされたことがあるんです。だからそのままでは EU に加盟できないものですから、そこで初めてですね、憲法を改正することによって初めて EU に加盟したという、そういう話もあるわけですね。従いまして、私は絶対反対ですが、どうしても参政権を外国人に認めろというんだったら憲法改正しかないんです。私は反対ですけれどもね、憲法改正しないで認めることはできません。ですね、本年の2月ですね、在韓韓国人に対しては選挙権を付与することになりました。つまり今在日の人たちはですね、日本にいながらにしてですね、本国で被選挙権選ばれるだけじゃなくて、選挙権も行使できるんです。しかも国政レベルだけだったらまだ分かりますが、実は地方選挙権まで与えられる。それはですね、この統一日報で確認したところなんですが、実は住民登録をしなくてもですね、韓国国内で居所登録というものをしさえすればですね、彼らは本国で、地方選挙権も行使できる。つまりこれによりますと、ですね、国内、居所申告をしている在外国民には住民登録のある本国民とほぼ同じ大統領選挙権、国会議員選挙権、地方選挙権、被選挙権、国民投票権、住民投票権を有するということでですね、地方選挙権、被選挙権まで認められているわけです。つまり本国でいわば全ての選挙権が認められている人が、日本でなおかつですね、地方さらには国政でのレベルの選挙権を認めているというわけですから、これはとんでもないことです。二重選挙なんてのは世界でもありえない、考えられないことなんですね。例えば EU の場合だって、地方選挙権、まあ認め、お互い認め合ってますけれども、まあ、さっき言った理由が背景にはありますが、それでもドイツ人は、例えばドイツ人がフランスにいたら、フランスで選挙権を行使したらですね、ドイツは選挙権行使できないんです。一箇所でしか投票できないわけです。ところが、在日の人たちは本国でも、まあ、選挙権を行使しですね、一切の選挙権が行使できる。で、国内でも日本でもですね、選挙権を与えろっていうんだから話にならない。改めてですね、やはりこの問題解決のためには何が必要かということですが、言うまでもなく国家とは何か、国民とは何か、これをもう一度再確認する必要があるということですね。これを申し上げたいと思います。つまり国家というのはですね、政治的運命共同体であると、分かりやすく言えば一番これが言い方としてはいいと思っております。実は憲法学でもですね、国家とは何かっていうまともな議論がなされないままですね、憲法学が戦後そのですね、議論されてきたんですね。私はこれが一番、まあ、その不毛な議論を呼んだ原因だと思っております。
憲法というのは国家の基本法である。ところがその肝心の国家とは何かということについてまともに議論しなかった。そして国家というのは権力であるとか悪であるとか一方的に決めつけて、権力を縛るのが憲法であるとか、そんな単純な議論できたわけですね。しかしそれではですね、なんで諸外国の人たちが国のためにですね、戦うことができるのか、戦ってきたのか、あるいは日本人だってそういうふうに生きてきたわけでしょ。国家と国民はですね、いわば一種の運命共同体を形成してきてるわけでしょ。その辺をきちんと説明できるような国家論がなかったんです。だから国家、共同体としての国家、まあネーションとしての国家、それから権力機構としてのステイト、いわば政府ですね、国家と政府は違うんだっていうふうに議論をしますと、いろんなですね、戦後の混乱がですね、非常に解決できると思ってるんです。この問題についてもそういう意味で国家論をもう一度再構築する必要があるだろうと、あの憲法の常識の中ではその点についてあの一通りですね、まあ、あの触れております。それから国民についてはアメリカのですね、国籍法をちょっと紹介させていただきましたが、アメリカの国籍法ではですね、国民とは合衆国に対して永久忠誠義務を負うものと書いてあるんですね。つまり日本では忠誠とかそういうこと自体がですね、一生なんか非常に言うのをはばかれるような雰囲気がありますけれども、はっきり言えばそういうことなんですよ。国家に対する忠誠義務を持ったもの、これが国民だということなんですよね。これが世界の常識だと思います。からまた国籍参政権帰化とは何かということ、国籍というのは忠誠義務の中退によって国家に結びつけられている自然人の身分、これはあの国籍法という憲法の、あ、国籍法のですね、そのちゃんと権威ある本に書いてあることの説明なんですね。それから国籍法というのは国家主権の行使であって人権ではないということ、私が申し上げた通りです。それから参政権というのは政治的運命共同体である国家の舵取りに参加する権利であると。そして帰化というのは新たに政治的運命共同体の正式メンバーに加わるということだと、こういうことさえきちんとですね、その認識すれば、自覚すれば、おのずとこういった混乱というのは解決されていくだろうと思います。しかし抜本的にはやはりこのですね、国籍不明のですね、国家意識不在のですね、この憲法というものを根本的に書き改めていく、改正していく必要があるだろうと思います。それによって国民がですね、正しい国家意識を養っていく、これこそが抜本的な解決に結びつくものであるというふうに思っております。